はい、どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。というわけで、インスクリプションを続き遊んでいきます。はしご。ああ、また電波やったわ。何の意味があるんだろう。え？一応バト。ここでは新しいルールとかなかったね。新しいルールが増えたのってさ、単純にあのステージだったからか、俺が、あの魔法のカード選んでいたからなのかね。どっちなんだろう。で、しかもこいつはスリーウェイか。この印を持つカードが回路内にある場合か。今は発動してないかな、じゃあ。わかんねえな。で、これは 1L のね。オッケーオッケー。あ、これで回路完成したわ。でも回路完成したから何なのって話よな。まあ一応ドローして、やっぱ今の1ダメだったね。フリンジの器を召喚。はい。あ、やべ、スリーベイになった。うわ、そこで動線増えたのかよ。最悪。ゲットして、再戦。これで OK。OK。動線やっても意味なしと。で、ドロー。これの器で、攻撃力もアップ。これで、8。よーし。4円、5円かな ?4 円じゃねえわ。で、ここもまたアンテナ。何の意味があるんだ、アンテナをやって。で、新しいカード。プリンターセルね。ジェム動線。空き場所にジェムの用地か。じゃあこっちかな。で、リサイクル。取引ね。ハフセル。入るなら横切りか。あー、なるほど。じゃあこれにして、ラップボットあんまりいないから、これにしようわ。で、あ、間違えた。お金払ってた。違う。もう。無駄な金払った。じゃあ、ギフトボットにするわ。もう、間違えた。6円払って4円もらうとかめっちゃ無駄やん。で、上行ってアンテナ起動。で、お話できる？およー、あんたが、俺を見るよ。ここじゃ、ちょっとした有名人だ。そいつを見つけ出した報酬だ。ああ、なんかバグまみれのやつ見つからない、そういえば。俺は会話できる NPC みたいなものだった。自分で NPC って言うんだ。あー、え？おかしい、なんかおかしいことは間違いねえ。で、ここで動線動線か。ここを置いとって来たら倒すぐらいかな。はい。で、動線閉じました。ドローして、あー、セルか。じゃあ、オーレの器を召喚して、フィールドボット召喚すれば22で与えるか。はい、はい。OK、いいね。で、シールドボットは1死んで、こっちドローして、ルビーの容器を置いたら、ここは回路内になるから、3ダメ与えられるかな。ルビーの容器があるから、これ以上、オーレの器はいらないでしょ。カプセル置いて、スプリントセル置けないか。じゃあ、これでいいや。これで勝ちかな。OK。なんかすごいパイプオルガンだな。これなんだ。僕の仕事は簡単だってお前は思ってるだろう。数字をいじってグラフィックを調整してじゃーん、ボットピアノ完成だと。いいよ、それは間違いだ。お前がカードを作ってみるんだ。ほら。でまずはリサイクルしたいカードを選んでくれ。リサイクル。どれがゴミだ。ゴミはないんだけどな、俺の中で。じゃあこん中だったらこれかな。 1SP。 よし、いいぞ、頑張れ。あ、 SP はステータス中心に消費する。高いエナジーコストについてはより多くの SP を得る。こうしてこうして、ちょっと待って。ああ、これか。これでカード作るのか。ああ、そうか、そういうことか。あれだったっけな、もう忘れたわ。じゃあこうしようか。じゃあこれでいいや。ハズレの役立つ X で、なんてクリアみたいなんだ。なので、これで同じカードを作れるんだ。これで部品を裏に下ろすから、触って。あ、今なんか光ったな。問題なそうだな。ちょっと待ってよ。あれ、これと同じカードって意味じゃないの？あれ、もしかして俺が今作ったカードってミスってた。あ、だね。頭ミスったわ。合ってたんだよ、印は。やっちまったー。同じカード作れなかったな。とりあえずやろうか。もう一回できないかな、これ。
これで多分アンテナ全部だな。これで完成したか。お。上に行った。取引するぞ。ああ。タフセルにしようか。じゃあ、こいつあげるわ。もう一回これ作り直したいな。で、デブと。中央ボットピア行ったら、これあれかな。できないかな、カード作り。ああ、できる。22か。じゃあ22溜まったら行こう。ナズリン・バスティオン。名前かっこいい。バスティオンってオーバーウォッチみたい。何か見覚えのあるものは見えるか？なんだこれ。あ、これあれか。P03 扱いか。じゃあボス。ボスってなんだ。バトル、ファイフォー君ものだよ。回路が完成しているのか、すでに。この回路を破壊してサファイアの容器に切り替える。これで召喚。で、ドローして、これを破壊して、ルビーの容器に切り替える。すると、こいつがやられるはずだから、エナジーボットでエナジー注意化して、終わり。あー、倒しちゃった。あー、そっか、1増えるんだね。あー、ミスった、もう。はい、というわけで本日この辺で終わろうかね。一応カード新しく追加かな。いやー、ちょっと厳しいね。よし。能力としては、じゃあナノチャージ追加かな。いやー、なかなか難しいね。あー、これはチャージか。あー。最後にチャージやって終わりにしようか。あー、こういうことね。じゃあ、これ壊して、こうする。お。で、ドローして、魚。こうする。そろそろやべえな。押して、3。何をそんなにもたもたしている？知ってるよ。ドローして、俺か。山嵐入れて。ちょっとまずいね。ちょっとどころじゃなくてまずいね。あ、ダブガン来たか。じゃあ、これ破壊してカードゲット。悪い魚か。ダブルガンナー召喚して。よし、ギリギリ間に合ったね。あ、ちょうどよかった。こうして、じゃあ。オーバーリチャージする意味ないけどさ、あんまり。オッケー。先進もう。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。